木村義博は、日本の指揮者。大阪市音楽団の団長を務めた。フィルハーモニック・ウィンズ大阪音楽監督、元大阪市音楽団団長、広島ウィンド・オーケストラ名誉音楽顧問。大阪音楽大学卒業。クラリネットを、中尾慎次郎、大橋幸夫、ルドルフ・イエッテルに指示。指揮は、朝日野隆の訓導を受ける。 1962年4月大阪市音楽団入団以来、同学団コンサートマスター、バイスコンダクターを経て、1985年4月に第5代団長に就任。その後、2002年まで名誉指揮者を務めた。1971年にはモーツァルテウム音楽院、国際セミナーに参加した。2021年2月24日死去。 団長を兼務する常任指揮者としては日本で数少ない例だったとされる。また多くのオリジナル吹奏楽曲の日本初演を行っている。また、還元楽作品の吹奏楽編曲を数多く手掛けた。アーティスト詳細、木村義弘タワーレコードオンライン、ABCDEF、指揮者、ミュージックアドバイザー。フィルハーモニック・ウィンズ大阪公式ホームページ。 2020年10月21日閲覧。ありがとうございます。